はいどうも、アルティメット工房のサミです。この動画の前半部分ではキング&プリンス、後半部分ではナンバーアイの出演情報をお伝えいたします。早速明日1月3日水曜日朝6時から TBS にて放送されるラストマン全盲の捜査官一挙放送スペシャル、こちらに永瀬廉くんが出演いたします。21時からフジテレビにて放送される映画ドクターコトー診療所本編ノーカットで地上波初放送です。こちらに高橋海人くんが出演いたします。雑誌の掲載情報はありません。24時35分から文化放送にて放送されるレコメン、キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデンに永瀬廉くんが出演いたします。出演情報は以上です。キング&プリンスからは明けましておめでとうございます。あっという間の5周年も後半戦、5周年のお祝いで一緒にキング&プリンスと打ち上げ花火打ち上げられたらなって、本年もよろしくお願いしますという投稿と一緒にドミノを倒した時のお写真が上がっております。またカウントダウンの瞬間をお裾分け、キング&プリンスと大晦日年越すドミノのダイジェストが上がっております。この YouTube のリンク、この動画の概要欄にも記載しておきますのでチェックしてください。キング&プリンスの情報は以上です。続きましてナンバーアイ、1月3日水曜日テレビ出演情報、雑誌の掲載情報、ラジオの出演情報はありません。21時から TikTok にて2B ハイスクールの生配信を予定しておりますが、滝沢秀明さんの公式 X 1月1日月曜日 TikTok ライブ中止のお知らせがありました。石川県能登地方の地震発生のため本日の TikTok ライブ 2B ハイスクールの配信は急遽中止させていただくことにいたしました。配信直前のご案内となりましたことお詫び申し上げます。何より皆様には身の安全を確保していただきますようお願いいたします。配信スケジュールの変更ですが、昨日の動画概要欄にも記載しておきました。1月2日火曜日は1日に配信されるはずだったものを前編として20時から2日20時から配信予定だったものが後編として21時35分からを予定しております。1月3日水曜日は21時から、今後状況により変更になる可能性がございます。皆様身の安全の確保をお願いいたします。23時からアベマにて 2B の夏休みハワイ独占密着新たな決意が配信予定となっております。ナンバーアイの情報は以上です。石川県能登地方の地震とありましたが、私の田舎が石川県の能登で今回の震源地となっていました。母が田舎の方に連絡をしてくれて電話が通じまして、みんなが高台に逃げているから自分たちも逃げると言っていたみたいなんですが、ニュースとかを見ていると思った以上に被害が大きくて、 X でも助けを求める声が多数あったり、人事ではないなと感じている中、なんかこう余裕のある時に私の動画がいつも通り上がっているっていうのが日常を感じる一瞬になればなと思って今日も投稿させていただきました。私の身に何かがない限りはこうやって毎日皆さんに声をお届けしていこうと思いますので、いつでもねこの私のチャンネルに遊びに来てくれたらなと思います。ということで今日の動画は以上です。また明日動画でお会いしましょう。以上アルティメット工房のサミでした。